クロワッサンとドーナツ、ティラミスとロールケーキ、複数の食べ物を掛け合わせるハイブリッドスイーツが人気を集めています。全国各地のカフェや洋菓子店が競って新感覚のスイーツを出す中、東京駅では人気の洋菓子店のハイブリッドスイーツ選びが楽しめます。東京駅の改札内にある商業施設グランスタダイニングにあるパティスリーキハチ&ル・サンファーム。この店の人気商品はドーナツサンドイッチです。2つに割ったドーナツの間にベーコンエッグやブルーチーズクリームとハムが挟まれていて、ドーナツの砂糖の甘さとハムやベーコンのしょっぱさが絶妙な組み合わせです。時代に合った驚きのある商品をご提案したいと考えているので、東京駅構内にあるので車内でワンハンドで食べられるサンドイッチを考えました。八重洲口の商業施設グランルーフのカフェ、エールエルワッフルカフェ。こちらで提供するのはワッフルとフレンチトーストが合体したフレンチワッフルです。フレンチトーストのふわふわ感とワッフルのもっちり感が独特の食感を醸し出します。全国各地から観光客が集まる東京駅ということで、ハイブリッドスイーツのお土産を販売する店もあります。エキュート東京内に出店している洋菓子店 C キューブ、主力商品のティラミスをロールケーキにしたティラミスロールが人気です。全国およそ40店舗の中でも東京駅でしか購入できない商品は、多い時で1日に250本ほど売れるということです。東京駅という駅中である店舗の 特性上から、持ち運びやすく、また手土産に喜ばれるロールケーキという形でティラミスを作ったのがきっかけでございます。同じエキュート東京内にあるカステラ店花春風の人気商品は、カステラに卵を染み込ませて焼き上げたカステラフレンチトースト。これも東京駅限定の商品です。まもなく訪れるゴールデンウィーク、これらの店舗では帰省や観光で東京駅を訪れる人に定番の土産もいいですが、新しい東京土産としてハイブリッドスイーツも楽しんでほしいと期待しています。